映えますね。一周する。サマーズチャンネル。ヒース。なかったな、何も。そうか。行ったところだっけ、あそこの、そう。あれ。なんであそこで隠し撮りみたいな。いや、なんか、いい二人だな。いや、やっぱ、いろんなグラウンドあんねって話です。いいね、やっぱ、ハワイ、これ休憩してる。ここすら。だって、普通こういうとこって人いっぱいいるのに。全然いない、ね、人。ここだけ全然いない。ね、全然いない。田舎だからか。ただね、ここベトベトしてた。そう。誰か何かベトベトを。なんか置いたんだろうね、なんか。すんげえベトベトしてる。その日も。ここ、油断するとベトベトしてるよ。ベトベト油断するとベトベトしてるから、ほんと。今から、うん、あの、コーヒー屋さん、行って。コーヒー屋さん。ちょっとお土産が結構あるみたいな。コーヒー屋さんのお土産？そうです。あの、いいじゃない。サマーズチャンネルの準レギュラー、うん。二人にも。もし、タイミング合えば。お土産ね。お土産も買いますんで。うん。なるほどね。ちょっとそんなところ、行きましょうか。行きましょう。そうか、コーヒー屋でお土産を買いに行くっていう感覚？雑貨も売ってるみたいな。お店はこちらですね。このアイランド。もうコーヒーのすげえいい匂いしてる。昔からあるじゃん、これ。アイランド。あるね。あるある。知ってます、ここに。ヴィンテージ。あの、アサイーボール。なんかもあります、あります。でもそれで有名なのあった。そうでしたっけ？俺もうすげえいい匂いしてんだよ。ここじゃないのかな。有名よ、ここ。でもなんか知らないけど、これ欲しいもん。このエスプレッソかな。うん。何これ、かわいい。いっぱいあるじゃん、グッズ。この、そのいっぱい入れかわかんないけど。パリ。もう老眼がひどすぎて、もし。そういうことじゃないの、今。老眼じゃない。老眼っていうボケじゃなくて、ガチのやつやってる。あとこの、これ、あの、お菓子、お菓子。コーヒー味のチョコレート美味しいです。チョコレートだね。でカバーしたコーヒー。あ、うまそうじゃん。これいいじゃん。あ、店員さん。お店さん。店員さん。え、あ、あ、どうも。はい。よろしくお願いします。店長のタバコを。あ、店長。お若いですね。お若いですね、店長。ここ人気ありますね。ここでおかげさまで。ずっとありますよね、昔から。昔から、はい。何年ぐらいですか。大体96年。すげえ。96年からやっぱり。あ、96年間じゃ。あれ。ちょっと俺間違ってたよ。あの、アサイーボールみたいなの出ました、ね、当時、はい、それでワッとアサイーボールとやっぱりあのコラボってやっぱりね、そのイメージはすごいわ。知ってた。うん。ちなみにこれって一個一個ワンパックワンパック一ついっぱい用意して楽しくロッキーご用意させていただいて、こちらがワイワイヤルコーヒー有名有名な、ね、またこのコーヒーって違った、はい、の、なんですか。ワイヤルは、まあ、街のまたいや、あの、ノーシワンってことですね。ワイヤルは。ワイヤルーは。我々よく行きます、ワイヤルー。ワイヤルーは。すごい。なんか、グイッとしちゃって。グイッとしちゃって。ありがとうございます。一パック一パックになる。あの、まとめて。まとめて。ああ、まとめて。だからこれのちっちゃいみたいなことですね。こちらパンケーキ。ああ、パンケーキ。パンケーキもある。あちらにそうですね、こう。あ、これね。あ、粉ね。ワイヤルコーヒーと粉。どうしてもこういうの食いついちゃう。でっかいのとか。それ、ちょっと、俺が買っておこうかな。これいいよね。これいい。魔法瓶でしょ、魔法瓶っていうか。魔法瓶。この、ちょっと響きますね。ちょっと響きますね。笑ってるの。Sorry. Excuse me. これはもう、もうあの人が、うん、あの人がわーってやったから、じゃあ右の買っちゃダメよって。お前が言ってんだよ、それ。絶対消毒するから。何が一番人気ありますか。そうです、やはりコーヒー。そうですね。コーヒーですか。当然コーヒーです。引いたコーヒーですか。そうです。いや、まあ、もうやっぱりコーヒー。あー。
豆の方がやっぱり日本に持ち帰りやすいのかな。あ、いや変わらないんですけど、やっぱりあの焙煎してそのフレッシュ感とかが違う。ああ、鮮度が人間ですね。ああいう細かくいろんな種類もあるんですよ。そうですね、あの粉コーヒーの中でもいろんな種類、粉コーヒーに種類あるんですよ。サイボール、あーグラノーラね。ハワイ島の蜂蜜を入れる。ハワイ島のこういろんな種類あるんですか。蜂蜜の種類も種類から入ってます。全然違うじゃん。神社ちょっとあのグラスっていうかあれ見て、カップね、買えないよ、蜂蜜。店舗ここだけです。いっぱいある。案外いいな。あれ？あれ岩にもあるなんか レトロっていうか、オールド感がいいよね。かっこいい。あ、エコバッグ。なんだと思ったんですか？いや、T シャツかな。いいじゃん、これ薄手の、こういう薄手のやつ、これ全部薄手のやつ、こういうのいいね。これ安いし、5ドル90薄手のやつ。青は、青はちょっと硬い。あ、ちょっと硬いね。白はその間、本当だね、ちょっと薄手。あ、いいですね。あ、これとこれ一緒かな、同じかな、5ドルじゃあ、ワンセットずつ純レギュラーに。おめえ、買っててあげますか、うん、この袋一個ずつ、一個ずつね。いいと、大竹セット、ビブラセットで、そうですね、一個ずつお土産。他の君と南か行った最近ね、よく出てくれてるのは、うん、それ、ね、そうですね、はい、うん、その二人割とよく出る、はい、大丈夫ですね、福川さん。福川は大丈夫です、福川は何にもいらないから。福川は会うっていう感動だろ。こういうのもうすぐこういうの避けて、あの T シャツ上げた時のリアクション見た？な、別にああもう置いてたでしょ。そんなことより、そんなことより喋りたいの、あいつは。なる、大丈夫ですか。もらった瞬間置いてたでしょ、あいつ。お土産がなくて謝罪動画撮りに行かなくていいんだよ。え、こんなもんでいい？お土産？あ、それにあの入れていきましょうよ。ああ、良さそうなやつ。いやいや、ちょっと相談して。おい、これとこれ取って、あの空中見ながら入れる。店長見て、これ何ですか。そうです、こちらは、まあ、ですか。そうです、ナモッカブレンドで、氷と水とブレンダーで。ブレンダー、何ですか。紙フィルター、これをグラスに入れて水入れたらそのままです。まあそのままでも一応だけブレンダーで混ぜて入れた方が。ブレンダーって、ブレンダー、まあミキサーですか。はい、これはじゃあお湯で、あの沸かして捨てなくていいんですか、この粉は。あ、粉は溶けて飲める。いいじゃん、すげえ。まあそれが我々が一番身近かもしれない。そうですね。豆からはちょっと難しい。ただブレンダーがない。お友達ブレンダーがないんですよね。うるせえな。意味お前のための買わないで。これ友達の、友達っていうか。友達のやつだから。お。俺こっち買うから。俺蜂蜜でいいなと。え？これどっちが誰？え？じゃあどっちがどっち決めましょうか。な、色的に。コカドと南川。うん。コカドと南川じゃん。そうですね。じゃあ俺コカドの。そうね。だから、あの、かみさんいるし。奥さんいるし。家族いるから。俺、独身だからっていう考え方だから。そうね。ね。やっぱこれいるんじゃないの？いっぱい入ってますね。ねえ、この種類でいっぱいいるやつ。これ5種類より3種類のがいいのかな。これ家族バージョンでいいんですか。いや、マジであると思う。迷惑かな、でかすぎるかな。いいよね、白いいよ、ね、女の人向きだしね、奥さんが超可愛いもん。結構すんじゃん。50ドルだとして7500円です。いいと思う。え、あいつすげえいいじゃん、南川。これ何ですか、これ。
わあ。これいいっすね。これ行こう。これすげえいいですね。いくらですか。ああ、12ドルです。じゃあこれね、シーソルト。これはいいの見つけた。これの中にこのちっこいの入れてる。喜ばれるんです。これいいじゃん。どこにあった。真似させて。上にあった。同じになっちゃう、中。いいやつはやっぱ真似しないで。なんか洗うのかな、これ。ストローを洗うのかな。これの白いバージョンもある。あ、ちょっと、なんか何かに使う。でこれ、こういう通はすぐ分かんじゃないの。これ何、これ何、これ何ですか。まあ、ブラシで、どう洗うという。これ、歯の隙間にこうやるやつじゃないですよね。見てよ。見てみよ、ま、ここ見てよ。ここが来るんだよ。どんだけ隙間空いてんだよ。歯入れた方がいいね。だったら。コーヒーを買いにしてもメイン以外のこういうのが意外といいから。そうなのよ。昔ね、コーヒー屋さんとか行くとレストランとか行くと T シャツ買ってたもんね。そう、お店のお店オリジナル T シャツが意外といい。そこでしか売ってないからね。でもお土産、ハワイでお土産買うコツ分かったんだけど、少し寝不足で行くと朦朧としていっぱい買えるから。確かにね。あと飯の時に酒飲んだりして酔った帰りね。そう、買い物チャンス、買い物チャンス、悩まないで買える。そう、あとこっち、はい、お願いします。150、200ぐらいいってんじゃん。200ぐらいいってるよ。ああ、出ました、すみません。税込179ドル。おお、はい、一応レシピカードを使える場合で、はい、商品50ドル以上です。はい。コーヒーいっぱいついてます。あ、はい、飲める？飲めるですか？はい。あ、ありがとうございます。じゃあもし先買っちゃったとそれをいろいろやったら、なんか言ってよってなっちゃいますね。で、それはその時また対応させて。で、JCB の方でお願いします。はい。ジョンス。じゃあこれでコーヒーいっぱいもらおう。そうですね。はい、すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほどですね。はい、あ、じゃあすいません。です、ありがとうございます。どうも。じゃあコーヒーいただいてきますね。はい、どうもありがとうございました。はい、お願いします。どうも。どうぞ。どうぞ。これなんすか。ええ。うわ。え、なんすかこれ。これなんすか。ちょっとサマーズからお土産です。どこのですか、もしかしてハワイ。はい。お土産買ってくれたんですか。ちょっとありがとうございます。スケジュール上げててよかったです。ちゃんとしたやつ私みたいなもんにくれるんですか。めっちゃ嬉しいですねこれ。やっぱちゃんとしたもんやからやっぱシンプルに嬉しいってだけですね。やっぱり。あ、ここがそうなんだ。あ、電気。あ、早い。あ、ありがとうございます。あ、アイスコーヒーもいけるんですね、これ。で、一つでこれ一杯は無料で、ね、これは 100% 粉コーヒーです。うん、うん、うまい、濃い、濃い。あ、うまい、うん、あ、いいね、うまい、あ、うま、うん、うん、濃い、ね、いい。で、この粉コーヒーはあんまり酸味がないですね。そうね、だ
俺は好き、いいですね、非常にいいですね、非常に買い物ってやっぱちょっと疲れるからすごい涼しいね、うん、この森がいいよ、このロイヤルハワイアンのセンター、あ、そうか、そのピンクの壁は、そうです、ハワイアンセンターのこの、こっから来る風、あともうハワイの一番やっぱり利点はこういうとこ来ても蚊がいないよ、そうなんだ、100%、おあ、すいません、ありがとうございます、ビルカンドシュガーです、うん、こういうのこうやってしちゃうと入れてみたくなっちゃうな、そうでしょう、来たらね、入れるっていう、来なかったらまんまでもいいんですけどね、これもそうだ、これも無理を言わないようにして、大人です、大人です、いつも入れてました、あ、入れてる、やっぱりそう、これ入れたり入れないと、ほぼ入れないから、このカムシルもドロッとしてないから、薄めだからね、どんぐらいがいいのかが、どう、これいいよ、溢れちゃったら、ずっとこぼしてますけど、絶対家でそれやんないでしょね、そんなことここの大谷さん、アサイボウで有名って、大谷さん、大谷さん、大谷さん、どうしたお前、流れでやんない、流れであくびすんだよ、お前俺、笑ってる感じにしてお前があくびしてんだろ、結構朝から動いてる、朝からやってる、この仕事、この時間、ほんとやばい、やばいよ、ほんとマジで、今何時ですか、3時半だから、そうね、一番やばいよ、ね、3時半結構やばい、やべ、おしゃれなの来たぞ、これが有名な、こちらがアサイボール、アサイボール、おしゃれてんな、またこの入れ物がかっこいいじゃん、ね、ね、これが売りのね、これをみんな朝食うんでしょ、これで有名になりました、あのアサイボール時代あったでしょ、ありました、流行ったね、あったね、あれの時もここがね、5、6年前かね、すげえみんな、もっと前じゃない、10年ぐらい経つじゃん、アサイ時代、すぐ全部逃さないで、色目でやってるこう持ちたいね、こっちの字もかっこいい、気をつけて、冷たいけどすごい、もう、うわうまっ、うん、めっちゃくちゃ健康的だな、これ美味しいんですか、うまい、フルーツが割と強いもんな、僕好きです、このアサイ部分、この下のこの部分はそんな何味がないというか、この紫の、うん、あるよ、あ、なんなんだこのフルーツのことでしょ、アサイフルーツ、アサイっていうフルーツです多分がね、スーパーフードって言われて、ちょい甘いか、甘いですね、このドリンクも先に出てる、グラノーラ、うん、が乗っててね、うん、でもバナナとかブルーベリーと混ぜちゃうと、うん、そっちが強いから余計美味しい、これの次のスーパーフードみたいにいっぱい出てきたよ、うん、なんかチアシード、そうそう、ああいう夜イーボールとかな、夜イーボール、その朝じゃないよあと何イーボールあるんですか、昼イーボールでしょ、午後イーボールとか、夕イーボール朝方イーボールもうちょっと、もうちょっとひねり欲しいです寝る前にやるとイーボール、10時イーボール具合悪い時に食べるといいかもしれない、大体全部そうだよ、そうしたらね、こういう健康的なやつは午後1ぐらいがいいですね、そうね、そう、このね、2時とか3時とか、そうちょうどこの夕飯前、それがその名前の由来の朝もいい、朝イボールですね朝にこう食うって、これで朝ごはんっていう人がいるから、そうだよね、でも午後1イボールもいい、午後1イボールもいいし、うん、ブルーベリー、目が悪くなってきちゃう、ブルーベリーいいんじゃない、うん、メニーボーイ、メニーボーイちょうど眠いですかね、そうなのよ、3時半だから異常に眠いハワイ異常に眠いボール眠いボーイ、ね、眠いボーイもう眠いボール出たら終わりでしょねえ、だから、うん、ぜひね、うん、このコーヒーとアサイボールとあとお土産買って、そうね、あと大竹さんの食い方がいいね、これ全部紫、これが一番ダメな食い方だから、これいらない人の食べ方だ
ね、美味しかった。ね、じゃあまた。はい。アラモアナ。いやーい。一度は来なきゃいけない。一度はみんなこの、ね、こんな感じね。うん。こう、いくつかあるんだよ、道が。広いから。そう、ここはもう一部、ほんの一部ですよ。ねえ。なんか3階建てですもんね。回りにくい。回りにくい。回りにくい。覚えられない。回れない。ザーのとこですね。そこに行って、何か。ちょっと、お土産屋さん、いいのがあるらしいの。まあ人気のところです。ああ、そうです。見てみて。うん。行きましょう。もうすごいでかいもん。だってこっちのメイシーズとノードストなんかいっぱいデパート他のデパートもある入ってる、ね、デパートまで入っちゃってるからそこを巡ろうとしたら大変で大変ですよ。アラモアナは1回は来ますか。来るね。1回は来るでしょうね。目的なくても来るんじゃない。なんとなくね夕方ぐらいに、うん、ずっとだから今も僕あんま詳しくないんで。あ、なるほど。ちょっと教えていただけます。アラモアナ、はい。だからまあお店がいっぱいあるんですね。いや何ですか。ちょっと疲れてます。通りのさ、疲れるわけないだろう。いいのいいこと言った方がいいんだよ。ああ抜けがいいじゃん。そうなの。空が抜けてね。たまにこのほら空をこう作るやつあるじゃん。ありますね。絵で、はい、これを真似したようなね。うん、これ本当の。俺これ結構抜けてんの本当好きなの。夜は夜でね。うん、この感じよ。そうです。ん？おお。え、これ？ここです。すげえ賑わってんじゃん。アイランド？賑わってるよ。すごい賑わってるね。良さそうですね。ここで？ちょっとお買い物。お買い物。お買い物。何屋さんだろう？何屋さんかをまず見ましょう。うわ、トロトロしてるやつでしょ。クッキーか。クッキーね。これ絶対うまいやつじゃん。これ好きですね。これは絶対好きです。これは絶対買います。これはだからその松本とかチョコ工場ね。チョコレートコーティングの中何なんですか。クッキー。これ多分クッキーですか。チョコレートコーティング。サクサクのやつかね。知らねえで買っちゃうと。サンプルがね。イカと？イカとチョコレート。だから甘辛、甘いしょっぱいで。あ、ちょっとそう、カゴに入れてこも。ねえ。どうも。はい。いやいや。イカとチョコレート。イカとチョコレート。これ結構ローカルの方にも。イカとチョコレート。イカとチョコ。これ中身クッキーです。ズルバンサクサクのパイですか。これはクッキーではないんですけれども、ピーナッツバターのクリームに、うん、コーンチップっていうのを砕いて入ってるんですけど、ね。しょっぱい。なんかしょっぱ甘い。ああ、なるほど。サンプルもいたしますけど、ちょっと見ますか。ちょっと食わせてもらっていいですか。珍しいですね。え、チョコレート食べる三浦さん。こう見えて意外と俺。チョコ好きなの。ああ、これがね。意外でしょ。意外です。いつも意外。その間にこっち見とく。そうしよう。あ、このねパターン、クッキーのパターン。このクッキーのパターンもいいじゃん。うん、いわゆるこれ外れなしで。これチョコレートですね、三浦さん。うわあ、俺この辺好きです。好き。俺この辺好きやわ。初めて聞いたよお前。初めて聞いたよ。多分。あ、来ました。あ、先ほどのですね。これですね。はい。あ、すいません。美味しいでしょ。ちょっと中身が砕く。確かに。じゃあちょっといただいてみます。はい。美味しい。あ、うまい。あ、もう、もうこうやって。これ美味しい。チョッパー甘い。本当だ、コーンフレーク入ってるみたいな。うんうん、コーンフレークのね。いや、これうまい、うんうん、こういうのもさ、ちっちゃいやつとか。これみんな来て、一番人気で買ってくるのはどれなんですか。一番人気はやっぱりマカデミアナッツショートベルトになりますけれども。どれですか。チョコレートも人気なんですよ。マカデミアナッツショートベルトに
ミルクチョコレートのこの紫色のが一番人気。あ、これが一番人気。このサイズどうですか、お土産。あ、これ超いいかも。これいいでしょ。それをみんなにさ、あげよう。一番人気だよ、これ。一番人気だよ。みんなこれ買いに来てんだよ。何が違うんだろう、これ。何個買うんですか。え、今5個あ配り物ですね。ね、こちらがダークチョコレートで、はあ、私的にはダークなんです。あ、ダークの方がいいでしょ。あのビターでないので食べやすいです。一番人気買うのが一番いいよ。そうだね。ね、JCBをご利用いただいて100ドル以上だと、はい、チョコレートがついてます。あ、ついてるの？チョコレート屋さんで。Thank you! ありがとうございます。どうも。意外と良かったですね。いや、うまいこと買った、ね、勢いついたから、こんな買って。そう、これみんな配ったらすごくいいです。うん、ね、112、ね。ちょうどいい。アラモアナショッピングセンターはいいですよね。そうね、もう何でもあるからね。だから、最終日、ちょっとお土産買わなきゃなんていう。そうそう、ここ来れば何かしらあります。うん、じゃあ、また。はい。ね。どうも。まあ、いわゆる呼び出しみたいな。呼び出されたこれすごくない？工場いきなりお店の裏にこれがある。あ、うまい。うまいね。サマーズチャンネル。